新春緊急特番ブルーバードの頑張って喋りましょう。明けましておめでとうございます。2012年、2011年もね、本当に少年隊を応援してくれた皆様、ファンの皆様ありがとうございます。ちょっとね、今年も頑張ってやっていきますんで、これからもよろしくお願いしますという緊急特番を俺がね、一人で始めさせてもらってるわけでございますが、まあこれにはちょっと訳があって、実はね、2月2日に少年隊ベストアルバムとダストアルバムっていう、あ、でも2枚組、ベスト10、ダスト10っていうちょっとアルバムで、ヨンコンがちょっとセレクトしたベストと、ヨンコンがセレクトしたダスト、なんかゴミ曲みたいな、まあ、AKB 風に言うとちょっと逃した魚たち的なね、ヨンコンがセレクトしたっていう、ちょっと俺の中ではちょっと気悪い感じのあれではございますが、ベストアルバムが出るということで、そしてその2週間後のすぐ2月22日にもバンドバンドバンドというオリジナルアルバムが出て、少年隊今年ね、ちょっとかっ飛ばしていこうかなという、そういうね、気合を込めたこの緊急特番ではございますが、なぜね、このベストアルバムが出るかと言いますと、デビュー5周年っていうことになるらしいんだけどね。まあでもよくこういろんな現場に行って、少年隊何年やってんのって言われて、だいたい5年ぐらいですかねって言い始めて早2年みたいな感じで、本当に果たして5周年なのかは分かりませんが、まあ最初に出したアルバム人間合格の、そっから数えて5年、5周年みたいなという体らしいので、ちょっとこれね、気合い入れたベスト&ダストっていうのを出しますんで、それね、今日はね、ちょっとそのオリジナルにも触れたい、オリジナルアルバムにも触れたいんですが、今日はちょっとね、そのベストの中からちょっと何曲か紹介しようという感じでこの番組やっております。しかし本当に2011年はいろいろありましたね。東日本大震災、これはね、ちょっと俺も個人的にちょっと被災地の方にも行かせてもらって、で少年隊でもちょっと東北や茨城でライブやらせてもらって、逆にね、俺たちも元気づけられたんで、そのそこら辺にいる少年隊のファンの人たちにもね、ちょっとこのアルバムをね、届けられたらいいなと思ってやってるわけでございますが、2012年はなんかテレビでやってると、マヤ歴でいうとこの最後の年みたいな感じになってるわけでございますけど、 それも何なのかね、俺はよくわかんない。マヤ歴がまずわかんないしね。ちょっとね、そのテレビを見てね、一個思い出したことがあってね、俺昔川崎のね、スナックでね、働いてたマヤっていう女の子とね、付き合ってたことがあってね、それがすごい綺麗な子で、21歳、当時俺が20歳ぐらいで、私21歳なんですよって言って、すごいその時一緒に飲んでた先輩の計らいで連絡先を交換して、じゃあ今度遊びましょうって言って、次の日遊びに行ったら、23歳、本当は23なんですよって言って、子供2人連れてきたことがあってそれでだけど、まあでもすごい可愛い子があったから、ちょっと俺はこの子たちのために頑張ってパパになるかと頑張ってこう決意したわけでございますが、ちょっと当時僕ちょっとキャデラックに乗っていて、みんなで出かけた時に子供が助手席に乗ってて、寿司食ってて、子供が車の中で、で醤油をこぼした時に、てめえこの野郎と思って、その時に、あ、自分って子供まだ育てられないんだなと痛感した、マヤ歴最後の年が2012年今年なのかもしれませんがまあくだらないこと言ってもしょうがないので、ちょっとね、まずちょっと1曲、この番組はね、ちょっとまだ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 ね、盛りだくさんでやっていきますんで、1曲目、その少年隊ベスト10のベストの方のアルバムの方から1曲、レゲトモ100人できるかのリミックスバージョン、飯村さんのね、リミックスバージョンの方をお届けしたいと思います。どうぞ。今の曲知らないけどだからの配色が違う、とりあえずごまかそうと頑張る、とりあえずごまかそう、とりあえずごまかそう、とりあえずごまかそう、とりあえず頑張る。さあ乗り
いかがでしたか？少年隊でレゲトモ100人できるかな、飯村リミックスバージョンにお届けしました。このね、レゲトモ100人できるかなはね、やっぱね、どこのライブイベントでやってもやっぱ一番盛り上がってくれる感じでね、ちょっとね、自分たちの中でもちょっと代表曲的なイメージがあるのでね、それのリミックスということでね、少年隊の曲ね、 PV もあるし、知ってる人はこれすごい楽しいかもしれません。ということでね、ベストアルバム、ダストアルバム言い忘れたんだけど、やっぱベスト10、ダスト10だから2枚組になってるんですよ、これで。10曲じゃ寂しいので、1曲1曲の間に、あの1曲あったらその1曲の説明みたいなので、なんか4コンがセレクトしたベスト10だから、4コンがこうメイン司会をやって、1曲1曲みんなそれについて喋ってるという、また例のごとく水増しパターンでやってるわけでございますがね。このだけど、なんだろう、この4コンがこう司会みたいな感じで回すみたいなね、ちょっと俺が一番やりたかったことをね、ちょっと4コンにやられちゃったのでね、ちょっと悔しいのでね、今日ちょっと俺が一人でこういう番組やってるわけでございますが、ね、ぜひ本当に皆さん2月2日ベスト10ダスト10ちゃんと買ってくださいね。ということでね、ここでちょっと話してもしょうがないので、今日ね一人でやってるんだけど、ちょっとね、少年隊の他のメンバーに質問をね、ちょっと考えてきてもらってね、ちょっと紙に書いてもらってるんで、ちょっとね、そっからどん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 質問に答えていこうと思うんだけど、どうしようかな。獅子とルーと4コンと紙があるんだけど、まだ開けてないんだけど、どれからいこうかな。まあ、どうせくだらないだろうか、4コンの質問から開けてみようかな。4コンくんからいただきました。彼女はブスってライブで言われてて悔しくないんですか？ちょっとムカつくな、なんか。逆にお前はなんかもうみんなからいじられて悔しくないんですかってちょっと聞きたいわ。これは却下。4個のなんか質問、なんかあれだな、つまらないな。メンバーの中で2人で飲みに行くならって、別にそんな俺に聞いてもしょうがないし、しょうがないし、これを聞いた視聴者の皆さんはどうしたらいいかも分からないだろうしね。少年隊以外でブルさんが2人で曲を作りたいと思うアーティストは、来年注目のお笑い芸人は湘南で、まあ、この4コンのやっつけ感が出てる。4コンね、すぐこうメールとかで、一斉メールでこうタイトルとか考えましょうみたいな、こうやっぱ合わない、あの時間が合わなくて会えない時に決定事項がある時って、必ずそういうなんていうのか、チェーンメールみたいな一斉送信でやるんだけど、結構そういう時やっぱ仕事してる時間帯にいる人が多くて、なかなかメールってそういう時ってこう やり取り1日かけないとやり取りできないんだけど、4コンはすぐ帰ってくるんだけど、そのやっつけ感があるんで、全部に対してもうなんか、あ、自分は考えてますからすぐ遅れましたみたいな感じの、だからそんなの誰でも考えつくだろうっていうようなのをすぐ送ってきて、こう自分は頑張ってますよアピールがね、すごい強い男なんで、ね、まあここでなんで俺は4コンの悪口を言ってるのか分かりませんが、出ました4コンの質問。将来の夢は、もうね、言っとくけど29でね、来年30なんで、もうだいぶ将来でございますよ。こっから将来の夢、ちょっと老後を楽しく過ごすみたいなもんしかないけどね。おしゃべり好きのブルさんから見て丸投げ、うん、これはまあいいや。ちょっとね、さすが4個のね、やっつけ感のある質問、ちょっとこの辺でね、ちょっとじゃあリーダーの質問に期待しちゃおうかな。これちょっとね、このブルーバードの頑張って喋りましょうはね、獅子と4コンの頑張って喋りましょうに対抗してね、まあ俺こういう性格だから毎週はね多分できないからね、隔週でやろうかななんて思ってるんでね、ちょっとそこに皆さんの質問の、皆さんからの質問の方もね、ちょっともらえればね、やっていきたいと思います。今回はちょっと CD のアルバムの宣伝として緊急で出してもらいましたがね、ちょっと来年ちょっとやっていこうかなと思ってますんで、皆さんよろしくお願いします。ルーの質問多いな、これ。まあ、ちょっとここね、あいつのこう、真面目さが出てるよね。ルーからの質問って上に書いてるもんね。だけどね、こう、言っちゃいけないのかもしれないけどね、この、ルーのね、ほんとルーは頭良くてね、優しくてこうリーダーっぽい感じがあるんだけどね、唯一のね弱点なんだよね、この字が汚くてね、全く読めないね。アルバムの発売日はいつですか？いい質問だね。こういう絶対言わなきゃいけないことを忘れるなよっていう、そのルーのこのスタイルがやっぱねいいね。アルバムの発売日はもう忘れません。2月2日、これがベスト10、ダスト10の2枚組のアルバムで、2月22日がバンドバンドバンドという、全曲ね、レゲエバンドにやってもらった、ね、あんま珍しい、あんまないんじゃないかなっていう企画のバンドアルバムが出ますんで、それもぜひチェックしてください。
あ、コンセプトを教えてくださいって今言っちゃったな。これいつもスキットが入っていますがこだわりですか。これはね、でも俺思うんだけど、やっぱ改めて聞くとね、すごい面白いなっていうのもあるし、まあなんかそういうのを少年隊の歌だけで言うと、やっぱ勝負ね、できない人たちもいるからね、勝てない。だけど俺たちのなりの個性っつったら、やっぱそれを表せるのがスキットなのかなと思うけど、まあこだわりで言えばこだわりかもしれないですね。だけどあれってでもこう何回も聞くとやっぱ飽きるなと思う時もあるけどね。でもまあそういう時は曲だけ飛ばして曲だけ聞いてもらって、2、3ヶ月後にちょっと飽きた頃にまたスキット聞くと、なんかちょっと、あ、ヨンコンとかシシトが後ろの方でこんなガヤいてたんだみたいなね、そういう発見があるかもしれないから、そういうね、うん、そういうのも楽しんでください。なんだろう、休みの日は何してますか。もうこれただの俺に対する質問だよね。最近熱い台はありますかって、もうパチンコ限定じゃん、これパチンコ限定で話してるけどね。ルーもね、俺もちょっとパチンコが大好きでね、しょっちゅうパチンコ遊びに行こうぜって言うと大体パチンコなんだけど、まあ遊びに行って2人でパチンコ行くと話すね、別でやるから話すことなんか特にないからね、遊びに行ってる感覚はないんですけどね。最近熱い台はね、最近ね、やっぱりね、あの新しいね、あの最近ね、富士商事がね、やっぱ強いね。俺の富士商事っていうパチンコのね、あの会社があるんだけど、まあ京楽がやっぱ今までもうすごいとか、京楽とかあの海とかだったんだけど、富士商事がね、最近リングとかね、すごい面白いのいっぱい出してるからね、最近は高橋ルー君、富士商事がいいと思います。工場萌え、廃墟萌えなどが流行っていますが、ブルーバードさんは何萌えですか。何萌えですかね、別にないですね。蚊に刺されるとなんで膨らむんですか。いや、それルーの方が知ってるだろ絶対。今回のアルバムでブルーバードさんが一番気に入ってる箇所はどこですか。あ、こういう質問待ってました。このね、アルバムね、こう本当にさっき聞いてもらった飯村さんリミックスもそうなんだけど、この曲ともう一曲違う曲が、違うパターン、違うバージョンをね収録してる曲があって、それはあの他のアルバム、元のオリジナルはね前のアルバムに収録されてるから、もしかしたら知ってる人もいるかもしれないけど、その知ってる曲だけじゃなくて、さっきのレゲトモといい、その次にね紹介するちっちゃいおっさんもちょっと違うリミックスで違うバージョンが入ってますんでね、ちょっとそこを楽しみにしてくれればいいかなと僕は思います。メキシコ祭りと福建省祭りについて詳しく教えてください。メキシコ祭りっていうのはもうただ単にあのクラブでひたすらテキーラを飲むことで、福建省祭りはただひたすらあのウーロン茶をお酒で割ったウーロンハイをひたすら飲むことです。僕の字読めますかって書いてあるけど、やっぱ俺がこういう字の話するのあいつ想定してたのかな、恐ろしいな、エスパーだな。メンバーの好きなところと嫌いなところを教えてください。まあね、そういう話はねちょっとねしちゃうとね、多分2時間3時間かかっちゃうからね、ちょっとそれだけはちょっと教えられないかな。まあね、ちょっとじゃあ言おうか。まあ4個のね嫌なとこはさっき言っちゃったよ。だけどね、あのそういうやってる感を出すってとこ、あ、やってる感アピールが半端じゃないよね。自分はあいつ運転中ちょっと寝ちゃう時もあるんだけど、寝てたって言うと、いや寝てないっすって、こう自分の日を絶対認めないタイプだよね。黙秘を続けたまま死刑になるタイプの殺人犯のタイプだね。新春からそんなこと言っちゃいけませんね。まあだけどそれ以上にね、あいつはきっと優しい気持ちを持ってるんでね、なかなかもうあの自衛隊ぐらい厳しいんじゃないかっていう少年隊のみんなのいじめや嫌がらせにも5年も耐えてきたっていうね、その笑顔で耐えてきたっていう、マゾヒストなんじゃないかっていうぐらいのね、あいつの優しい部分がありますのでね、それが帳消しにしてくれてると信じてます。まああとはね、シシもルーもちょっと同級生なんで、好きなところも嫌いなところもいっぱいございますがね、まあそれはさておき、先ほどねちょっとシシからの質問ちょっと待っとこうかな、ちょっと時間がなっちゃったからな。じゃあちょっとね、先ほどちょっとだけ触れたちっちゃいおっさんのね、今回バックロジックミックスだかバージョンだかちょっと忘れたけどね、まあそういう曲をもう忘れちゃう緩い感じがちょっとね、ブルーバードの頑張って喋りましょうだからね、バックロジックミックスだったかな、そういう感じでちょっとね曲ちょっとお届けしたいと思いますんで、どうぞ聴いてください。25歳を過ぎてしまった悲しい男たちのことである。
ズボンの裾はボロボロ、通販で服は買わねえよ、フリーサイズじゃデカすぎるよ、自由を押し付けんじゃねえよ。タオルを回すな肘が当たるさ、人混み埋もれるルーツアンカルチャー、みんなが持ったタバコが顔の自覚さ、タバコを押し付けんじゃねえよ。牛乳チーズちっちゃいおさん、煮干し小魚ちっちゃいおさん、クラムチャウダーちっちゃいおさん、ちっちゃいおさん、ちっちゃいおさん、マジで話し合うちっちゃいおさん、マジで恋するちっちゃいおさん、子供に厳しいちっちゃいおさん、ちっちゃいおさん、ちっちゃいおさん。たまに自動ドアが開かない、センサーがキャッチしない、母性本能にそっと火をつけて I gotta take you home。 牛乳チーズちっちゃいおさん、煮干し粉かなちっちゃいおさん、チーズフォンデュおしゃれなおさん、おしゃれなおさん、おしゃれなおさん、意外にひたむきちっちゃいおさん、旅のお供にちっちゃいおさん、口欲しいちっちゃいおさん、ちっちゃいおさん、ちっちゃいおさん、ちっちゃいおさんに報告します。どうしたちっちゃいおっさん。ちっちゃいおっさん同士のシンクロ率が低下しております。58、59、160センチを超えました。ちっちゃいおっさん制御できません。やつの成長を止めろ。このままではちっちゃい同盟は崩壊するぞ。もうダメです。165センチの大台に乗りました。仕方ない、爆破。年末年始お酒の飲みすぎで皆さん胃腸が疲れてませんか？そんな時はみんなのウコンになりたいブルーバードです。お聞きしてもらったのはちっちゃいおっさんバックロジックなんてやらでございますね。はい。いやでもね、本当にね、俺もね、年末は飲みすぎましたね。だけどまあ年末年始はね、ここで飲まないといつ飲むんだっていうようなもんですからね。あとね、いっぱいやっぱ実家に行ってね、みんなあのこうご飯食べたり美味しかったりして、すごいね、ちょっとね太っていく時期がこの時期だと思うんですけどね。昔年明けにね、久しぶりにその時のあの彼女にお会いした時にね、見るからに違う人ぐらい太ってたっていうね時があったからね。皆さんちょっと暴飲暴食は気をつけてこの年末年始を。ちょっと今思い出した、俺すごいこと思い出した。昔さ、全然関係ない、何にも関係ないことなんだけどさ、昔まだヨンコンがいない頃かな、シシとルーとどっかのイベント行くので、どっかの駅で待ち合わせして、シシと俺が先に来てて、ルーを待ってる時に、なんか駅が見えるなんかカフェみたいなとこで待ってたら、なんか駅から降りてきた時に全身緑色の格好したやつが歩いてきて、あれルーじゃないよね、あれルーかな、あれルーじゃないよねって言って、そしたら本当にルーが緑の T シャツに緑のタオル巻いて来た時があって、どうしたのそれって言ったら、いや俺りょうさんに憧れてるって一言言って、りょうさんのよく着てる緑の感じでカッコつけた時があったっていうのをちょっと今思い出したんでね、言ったわけでございますが、ね、ちょっと時間の関係でシシ君からの質問をねちょっと割愛させてもらうことになってしまいましたがね、まあしょうがない、どうせねくだらない質問を書いてたんだろうからね、もう開けないでもわかる、大体のどんな質問書いてたか。そういう感じでね、ちょっとブルーバードの、頑張って喋りましょうやってみたんですけど、ちょっと面白いねこれね。だけど実際シシとヨンコンなんか頑張って喋りましょう1年やってて、最初のうちはまあ聞いてたけど、もう後から聞かなかったんだけど、やっぱ全然喋るようになったもんね、急に。やっぱこういうのってこう特訓が成果っていうのかな、そういうのがあるんだろうなと思うぐらいね。今回のベスト10ダスト10でも珍しくヨンコンがいいこと言ったり、まあ、ルーはねいつも喋ってくれるからね問題ないんだけど、シシがこう珍しく喋ったり、こうそんなね感じのスキットもいっぱい入ってますんで、ぜひね2月2日に発売されるベスト10ダスト10のね方をぜひ皆さんお買い求めくださいということでね、今回ちょっと緊急特番でちょっと宣伝みたいになってしまいましたが、今年はねちょっとこういうことやっていこうと思うので、ブルーバードの頑張って喋りましょう。ありがとうございました。